君の中からことよろ。ヒグマだよ。この番組はスペースヒグマが乗っ取った。潜入任務といえば潜水艦だな、相棒。そうだな、アニセ。これならバレることなく上陸できそうだな。大変だ、アニセ。どうした？俺だけ口隠してない。アニセ。アニセ。しかし、人間用の一人乗りの潜水艦にヒグマに問うは苦しいな。換気しよう。緊急浮上。サッパーン。換気後、速やかに再潜航する。あいあいさ。イレグラーを確認。出場位置を行使する。安全装置解除。アニセ、見つかった。ハッチ閉め、タンク注水、急速潜航。間に合わない。出場位置執行。右舷から雷撃。直撃コース。打撃しろ。今回は潜水艦の紹介だ。前からちらほら出演している、ともっちゃのカムーっすね。重排水システムやバランス確保の実験のために作られた小型艦だ。小型のため、タンクは前部と後部の2つで制御する仕様になっている。メインタンクの部分は、ガッテンダーで紹介したアクティブスタビライザーが設置されている。しかし、小型艦だから舵での制御だけでも十分なんだけどな。舵を大きめに作ったから、スタビライザーを切ればロールもできちゃうんすよね。スタビライザーを切らずにやろうとすると荒ぶるがな。まあ、こんな性能は実用性ないからいらんけど。実験艇だから実用性は実証能力だけでいいんすよね。まあ、これでノウハウを得て、本格的に潜水艦を作り出したわけだ。ちなみに、この船はプリセットのボートから作り出されている。ボートの船体を延長して、操縦席を設置。船尾にスクリューと舵を追加。機密してセンサーやら小物を追加して完成だ。で、ある程度試験が進んだら改造して、ミッションで使えないかと試しているのがこちら。なんか視界が悪くなってるっすね。船首にアームを追加して、何かできないかなって。で、ミッションを受けてみた。ぶっちゃけ、このミッションは前に使った潜水艇の方が適任なんだけどな。おっと？ラクダーツ。季節イベントで木箱がプレゼント箱になってたな。誰かからプレゼントもらえたんすか？おー、俺は配る方だから。落としたまばらまくんすよね。みんな滅べばいい。新年放送予定なんすから変なこと言わないでほしいっす。あ、そうだった。ことよろ。今年もよろしくお願いしますっす。すっかり挨拶を忘れていたな。収録がクリスマス前っすからね。とりあえず、落としたま。まあ他雑に扱いやがって。あ、新年なんで来なくていいです。ミッション説明したらすぐに退散する。今落としたセンサーモジュールを海底の装置に接続しろ。以上だ。あやい、ご苦労さん。帰っていいよ。そうさせてもらうわ。お前と違ってこっちは忙しいからな。アンチクショー、いつも一言余計なんだよ。新年一発目の動画で馬勢大会にならなかっただけマシっすよ。そう思っておこう。で、アーム操作用にソーダリンを追加してある。ソーダリンは場所を取らないから、中の狭い潜水艦はこっちの方がいいかもな。で、最低限の機能を持たせたアーム。水中で動作させようとすると浮力や抵抗の影響が大きいから、どうしても大掛かりになっちゃうんだよね。潜水艇は小型にできても、作業用のアーム強度が問題になるんすよね。ガンダムのボールみたいなアームにしたくても、掴んで動かすパワーを維持して操作性を確保するのが困難でな。で、取ってつけたソーダリンなもんだから、操縦するときはコクピットに移らんといかん。ホッタスのコクピットにしてもいいんだが、スイッチばかり増えて配線が大変なことになるからな。とりあえず、コネクターのマグネットパワーを利用して接続しいの。船が傾き出したっすよ。なんかね、このアイテムを持つと変なトルクが発生するのよね。潜水艇の時もそうだった。これでもアクティブスタビライザーのおかげで抑えられてる方だからな。潜水艇の時はロールスラスターをトリム制御するくらいの力が加わった。あ、そうそう。アームの他に、スラスター制御式にしてある。水中で作業する時は停止するから、舵だけだと制御できないんすね。この船はピッチと用の制御にスラスターを追加してある。ロールはアクティブスタビライザーと干渉するから装備していない。海底に到着したら、アンカーを接続。海底付近で振動を調整するなら、アンカーを海底に接続して、アンカーの張力と浮力で姿勢制御した方が安定する。そのために重心真下にアンカーが装備されているんすよね。で、センサーを近づけてっと。すごい姿勢になってるっすね。港の水深の都合でアームが上側にしか付けられんかったからな。頭下げでセンサーを近づけて、コネクターのマグネットパワーに頼る。アームマグネット解除。吸い寄せられるセンサー。
勝手に接続されて、ミッション達成だ。まだちょっと無理あるんじゃないんすかねこれ。まあ、実用性求めるなら別に作った方がいいわな。潜水艇のミッションは海底で作業するから、アームとかの装備は船底側につけたいんだけど、港の推進制限もあるから、側面につけて下側に展開できるようにするとかの方がいいな。ただ、回転系の関節はギア比いじってもパワー負けすることがあるから、いろいろと工夫しないといかん。貨物島のクレーンを作ったのはこの船の後っすからね。アーム系を乾燥したらうまくできそうっすよ。そうやって技術を古いメカにフィードバックし続けたら沼にはまるのよ。そこまでするなら、この船じゃなくて作業用の潜水艇を新造した方がいい。それもそうっすね。とりあえず、浮上して帰ろう。ジャパーン。まあ、浮上しないでテレポートしてもよかったんだけどな。ジャパーン、してこそっすよ。ちなみに、最近は新しい潜水艇に装備するクレーンの試験を代理している。関節の追加と強度試験っすね。搭載するアームを決めておいてから潜水艇を作る方が、コンパクト化しやすいのよね。コンパクト化した潜水艇に後からアームをつけようとすると、パワー不足とキャパシティの限界で計画が頓挫する。大掛かりな装備ほど、本体よりも先に用意しておく方がうまくいく。本体なんて装備を運ぶための手段でしかないから、装備の優先度の方が高いんすね。装備やギミックが主役なのよね。で、装備とギミックとロマンを詰め込んで大型化したのがこちら。同じ船がベースとは思えないレベルになったっすよね。機密できるカスタムドアが実装されてから、コツコツと作り直してた。輸送特殊潜水艦。最初は揚陸潜水艦に改装されたグレイバックみたいに、船首が膨らんだ感じだったんだがな。あれこれ追加してたら結構大きくなっちゃった。改装を繰り返して全長も排水量も倍になるとか、改装するってレベルじゃねえぞ。多分クラフトしているうちに元のパーツは全部交換されているだろうな。操縦席はシンプル。あ、操縦席の狭さは同じなんすね。あ、コクピットの座席だけは一度も入れ替えてないパーツかも。オートピッチ？ピッチ制御の一部を自動化してあるのよ。で、下のフロア。クレーンの操縦席。視界ゼロっすね。外部視点必須。潜水用装備。座席に。ドローン操作用のコクピット。ドローン？船首ハッチに収納されているのよ。で、クレーン作業する対象の後部格納庫。この赤ランプは機密状態かどうかって信号。このランプが点灯していない状態で潜航すると水が流入する。上のはすり抜けバグ対策のハッチ。さっきのクレーン用コクピットを使うと、たまに下に突き抜けるのよね。で、後部格納庫。機密されているから、クレーンで中に積み込んで、潜航できるってわけよ。ハッチオープンしての。時間差でエレベーターがせり上がると。小型機とか着艦したら潜水空母っすね。ヘリのローターが畳めれば積んでたんだがな。見た目的に、格納した時にローターが船外に飛び出してちょっとな。格納するときは、先にエレベーターが降りてぇの。ハッチが閉まる。エレベーターとハッチの組み合わせって燃えるよな。出撃シーン必須っすよね。あれ、機密されてない。今、ロックされたっす。ハッチの閉まり具合がちょっと決まらないのが問題か。ガイドのレールスライダーの保持力が弱いんすよ。また増設しないとダメかな。そして重量が増えて、バラストのバランス調整で時間を取られるんすね。ままならねえ。でさっきの格納庫に収まるサイズの装甲車。過去に紹介した6輪装甲車をさらに小さくしたタイプ。どんどんコンパクト化するっすね。ちなみに性能は、座席が2つ減った以外に変化なし。放水もパラシュート効果も浮上航行能力も維持してある。6輪の必要なかったんすね。そんなことないよ。輸送可能人数が減るってのは、輸送が目的の車両にとっては結構問題よ。で、クレーンを展開してっと。ハッチ開けての。カットしたけど、噛み合わせ悪くてしばらく開きませんでした。ばっかお前黙っとけよ。さあせん。やっぱ保持力に問題あるな。船の動揺で関節がたわんでレールに干渉する。クレーンとかでもそれが原因でレールが動かなくなるんすよね。サイズ制限が厳しい潜水艦だとギミックも難しいわな。とりあえず、装甲車回収しとこ。アームを回転させて伸ばしての。ウインチを下ろしの。ちょっとくらいずれてても、マグネットのおかげで吸着するから楽だわ。一人で操作するならそれくらい自動化されてないと、ただただだるいだけのクソゲーよな。コネクター接続。あとは持ち上げるんだけど、ぶっちゃけかなりむずい。こいつもアクティブスタビライザーを搭載しているんだけど。装甲車も重い。急に持ち上げると、転覆する。どんどん傾く。ちょっとやばくないっすか？これ、格納庫から浸水してるっすよね？
まあ、浸水してるな。ちゃんと排水機能あるから平気。対策済み。傾いてるうちに引き寄せて、転覆方向の力の半径を減らせば回復する。傾かないと船体が邪魔で寄せられないんすね。やっぱね、双胴型で振動して中央から乗り入れる方式の方が楽だったわ。そっちはまだ未完成だけど。情報を少しずつ出していく戦略。で、引き寄せてから、船尾側から回り込ませるためにもう一度アームを伸ばす。地味にウインチの長さを調整しながらクレーンを回転させているっす。かなり繊細な作業。で、持ち上がったらさらに大変よ。復元力で一気に反対側に傾く。だから、船の振り子と逆にクレーンアームを振って、水平になるまでバランスを維持する。船が左に傾いたら、クレーンは右に。アクティブスタビライザーのマニュアル操作状態。船が右に揺れ出したらクレーンアームを左に。で、アクティブスタビライザーとマニュアル操作が干渉して振動が大きくなると転覆するから注意しないといかん。カウンターウェイトが倍になって暴れるんすよね。また左に傾くからクレーンを右に。インド陣を右に。ハンドル操作は左なんだがな。安定させられたら、今度は格納庫のマグネットと車両の接続。車両前方の牽引用マグネットと格納庫のマグネットを接続するっす。で、クレーンの方で角度を修正して、格納庫からはみ出ないようにしてっと。これでよし。これ、後ろに道板かドアつけて車両を走らせて乗り込んだ方が早いっすよね。それは転覆しづらい、さっきも言った双胴船とかじゃないとダメだな。まあ、この船に乗せること自体が冒険的だから、効率なんて気にしたらダメよ。ういっす。じゃ、ハッチ閉めの。サイズギリギリ。このサイズに合わせてすり減らしたからな。ちゃんと振動しないと、使い回しでまともな運用なんてやっぱ問題出るのよ。先に普通の揚陸艦作る方がいいと思うっすよ。道板のギミックとか調整中でまだできてないわ。どうせまた余計な機能乗せてるんすよね。当然だ。あれこれと手をつけすぎじゃないっすかね。だって楽しいんだもん。もんって。ハッチの密閉を確認してっと。格納庫の状況を見ておくか。かなりギリギリのサイズだったっすよね。オープン。みっちり。重装型ゴーカートだったら2台か3台は入りそうなんだが、装甲車は厳しいのよね。潜水艦に装甲車乗せるって発想がそもそも。基地警備隊なんて対装甲能力が貧弱だから、装甲車1台でも基地に侵入したら機能停止できるんだぜ。潜水艦で潜入して装甲車で侵入、基地特攻で足止めして空軍と連携したら一発アウトよ。そんな都合よく行くわけないっすよ。都合よく行かせるための作戦だろ。そもそも、レスキューゲームなのになんでそんな攻撃的な発想になるんすか。いやいやいや、この潜水艦は消火装置は積んでないからさ。あの装甲車には放水銃あるじゃん。つまり、あの装甲車は消防用モジュールなのだよ。へぇ。その呆れ顔やめろ。さあせん。でんでんで、この船の制御なんだけどな。例のオートピッチ。この潜水艦はメインタンクだけで、前部タンクと後部タンクはない。ピッチ制御はスラスター制御に依存している。で、ピッチの制御を半自動化したのがオートピッチ。数値入力でピッチを制御できる。現在マイナス 0.2? 0.1 で9度傾くから、マイナス18度ってところか。数値を変えれば、ちゃんと反応してくれる。マイナス 0.05 で。選手上がって。約マイナス5度。ぶっちゃけ、タンクの中排水よりこっちの方が楽でな。強引に潜水とか速座に対応できるのが強み。タンクの中排水をメインに全振りしてあるから、深度調整に集中できるってのもある。前後タンクの中排水で深度も変わるから、手作りの度に最適なバランスを探すのは手間でな。ゼロ入力で水平に。潜水艦で中排水の手間を省略したいなら、船底に垂直なスクリュー装備して強引に沈めるってのも手だ。それを利用したのが、この船に搭載したドローンだ。これ、残してたんすか？かなり古いやつっすよね。ちょっとずつ改良しても使えなくて諦めたやつっすよね。小型で軽すぎて、浮いて動く以外のことができないドローン。まあ、水中撮影用とかさ、深海調査用とかさ、そういう脳内設定だったら途端に利用価値が。脳内設定で保管しないと使えないドローンっすね。そうだけど、そういう言い方しなくてもいいじゃん。俺が、遊んで、楽しい。OK？ はいはい。ドローン、射出位置に。よいよし。操縦は完全にマニュアルっすね。まあ、初期の試作型だからな。本戦のオートピッチと同じ装置とか積んだら、少しはマシになるかもだけど。とりあえず、離脱。
ロール制御はなし。ピッチと要はスラスター制御。深度調整はフロートの浮力と下向きのスクリューで調整する。最初はウィンチで優先接続していたが、物理演算が荒ぶって暴走しがちだったから撤廃。ハロウィンの頃っすね。カメラの範囲内なら、自由に動かして遊べる。カメラとか装備可能だったら、もう少し遊びの幅も広がるかな。色調補正入れるしか？やってみ。ダメだこれ。補正なしで見やすいようにつけたライトが強くて。無難にコクピット視点に戻してっと。回収は、コネクターのマグネットパワーに頼る。回収成功。ドローンを回収位置に。格納位置に固定。ハッチ閉め。前方格納庫は機密されてないんすね。水中用無人ドローンだからな。意味がない。ザッパーン。このサイズだと迫力があるな。サイズだけならラッコ級とほぼ同じっすからね。そんなこんなで、実用性よりロマンの潜水艦。ちょっと古い船だから技術的に甘いところあるっすよね。まあ、ステップアップの土台が洗練されているわけがないわな。ちなみに、この潜水艦を作った結果、潜水艇母艦と作業用潜水艇の組み合わせに興味が移った模様。ミッションなら作業用に特化した潜水艇を搭載できる水上艦が便利だし、ギミックもいろいろ乗せられそうだしね。古い世界の艦船を漁って千代田とかの資料を集めてる。半年以内には出来上がる予定。そんな感じで今年もいろいろ作っていきたいと思います。本年も過度な期待はしないでください。よろしくお願いいたしますっす。それでは、今回はここまで。また次回お会いしましょう。チャオチャオチャオー。